气。なぜ俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。かっさばいてやる。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。接近してきます。くそ、まだ住民に向かっていくぞ。了解だ。かっさばいてやる。
さっさと中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。よし、この場はなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。頼んだ。よし、俺たちも続こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。
100億の兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。このままじゃもう。ごめんなさい。本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。かっさばいてやる。
う長くは持たないぞ。潰す。かっさばいて。煙の色、急いで救援しなきゃ。ミカサはどうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサ！この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさいエレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもう。
なたのことを思い出すことさえできない。うわを殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。